皆さん、こんにちは。はい。では、飲み役、バッキングだけです。神田祭り in 2023年。今年は2月5日。いや、嬉しいちゃんです。早速入りたいと思います。お、ベーグル。うまそうですね。ここ、ベーグル。お、カステラ。お、来た。カステラ。お焼き。こちらは、お、港パン。早速買おうかな。演習やもちろん。お、光栄も、パン。チラシもらおうかな。はい。一枚。はい。はい、どうぞ。日和ベーカリー。こっちは、お、のぞみえ。うまそうだね。こっちは、はい。牛、ワイン煮込み。お、こちらも、うん。どれも、あ、スルリスルリ出てるね。お、コーヒー、やおや、こちらは、お、待ってる方います。こっちの神田汁うまそうですね。お、うまそうだね。ここもどて焼き。こっちもうまそうですね。はい、お菓子屋さん。唐揚げ屋さん。岩室温泉。あとは まだまだあります。あんこ。あんこ大好きです。お、ほんませんよ。寿司。こちらはいい場所ですね。こちらもありますね。おかたき。あ、ゆうちゃん。はい、私の公式チャンネルやってます。ビデオです。どうしたらいいの。じゃあちょっと話すだけ。それ いいですか。1,2,3、はい、アクション。はい、というわけで神田祭り、まさか渋谷真子さんにお会いできるとは。私も驚きました。いや、最高です。まさに、みんな平和ですね。サンキュー。こちらも、牛すじ煮込み、タイラーメン、うまそうですね。はい。お、チャイニーズフード。お、さらにもっと向こうにありますね。お肉。他にも、お、一回ね。お、おやつや湯ありました、ありました。あ、ここで。さらにまだまだいます。お、つぼ焼き、もうコーヒー、あとはまあハワイ、みんなで行こう、ハワイアンズ。お、ロコモコボノ。お、ココイチ、カグラ。お、まだまだあります。はい、ちよろちゃん。あ、終わりですね。はい、ここで終了。はい、神田汁いただきます。うん、うまいね。今年はまあ持ち帰りが去年まであったけど、飲食可能です。まあ5類以降は5月以降ですがね。はい、うん、
うん。あー、溶けるね、はい。牛すじ煮込みいただきたいと思います。あー、溶けちゃう、うん、うん、鶴食さんも初出店です。私が最初のお客様でございます。いやー、第1号メモリアルですね、はい。ファンの皆様、サンキュー。チーズロコモコ食べていただき、マーティン、はい、ロコモコいただき、マーティン、うん、チーズ濃厚、うん、うん、マーティン、うん、うん、卵の黄身とはベリーグッドラック、美味しいね、うん、こちら初出店のあの串引きにある看板店、キッチンカーで食うとは本当にアメージングですね、はい。私ラーメン大好きなんですよ。山形といえばラーメンですが、今1位は新潟なんです、実は、はい。みんな驚いたでしょ、はい。早速いただき、マーティン、はい、ラーメンいただき、マーティン、はい。ちょっと映っちゃうね、熱々、ラーメンは、美味しいね、麺、うん、チャーシューは、うん、柔らか、うん、半端なく濃厚な部、これから並んでるところです。北茨城と、そして新潟、私の大好きな新潟です、はい。楽しみです、はい、はい、あんこう鍋いただき、マーティン、はい、あー、うまっ、うん、ぷるぷる、星水寿司さんの寿司もいただき、マーティン、寿司大好き、醤油、じゃあどれからいこうかな、サーモン、うん、とわかるよ、はい、寿司、参考さん、ちょっと写真撮ります。参考の寿司、これも美味しいですね、はい。まあ、食べたことあります、はい。私の得意なクイズの時間でございます。まあ、楽しみです。キャッチされた方の中から、はい、私が指名させていただきますので、はい、指名された方は、3つの答えの中から、よく考えてございます。もう、橋のクイズも分かりました。万代橋。はい。約80万人。新潟市の人口難しいね、多分。約100
多分80万人と予想します私は、はい、これは難しいですね、はい、私の予想は80万人と予想。でも難しいです。惜しいです。残念です。 A の400万人が B の400万人が、クイズ楽しいです。はい、というわけでチーズケーキもいただきます。うん、濃厚、うん、濃厚。というわけでもう爆食しまくりました。お腹パンパン、カトパンパンです。はい、というわけで2023年神田祭り終わります。バイバイ。